81年頃、コルネリウス氏族の誰かによって鋳造された、アウレウス金貨、ゲンスは、古代ローマの最古期に形成された氏族、または、氏族集団のこと。氏族名を共有し、祭礼など、共通概念で結ばれた複数の家族からなる集団。必ずしも血縁集団であったわけではなく、クリエンテスも含めて構成されていた。共和制ローマのプブリウス・デキウスムスは、 古来より、パトリキに独占されていた、新官職をプレブスに解放すべく提出された、オグルニュースポーを支持する演説の中で、鳥占い県や幻想パトリキが独占していると、常々聞かされてきたと述べている。資料で、ジャンがプレブスを就職するのは稀で、アウグストゥスの時代までジャンが指すのは、パトリキの家系がほとんどであったという。研究者によって見解は、分かれるものの、 このことから、元素は、パトリキの特権の一つであるという考えが、アウグストゥスの時代まであったのではないかとする説もある。男子ローマ市民の名前は、個人名、種族名、家族名のように表記された。例えば、ガイウス・ユリウス・カイサルの元素は、ユリウスである。ありがとうございます。